こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちらですね。カプセルトイギャラクシーブレイブ、出動が抜けてました。出動ギャラクシーブレイブ、こちらですね、前回といってもだいぶ前ですけどもね、ファミレスのガスト系列であったガチャのベストランダム、あれの後に出たロボットシリーズで、ちょっと気を抜いてしまうとね、すぐ見過ごしてしまうのがね、このシリーズ。たまにね、ほんと心打たれるものが出てくるので、はい、今回全4種類出るまで回しました。はい、遊び方は軽く変形しますよね。腕と頭が変形して一気にスプリングで飛ばせると。で、4種類います。赤、白、青、緑、どこかで見たようなこういうゆるい感じがね、すごくいいですね。それでいて4種類ともにね、形状が異なるのもすごい腕が細かいんですよね。単に色違いってだけじゃないです。で、シール、こちらは白のブレイブサンシャインですね。これが本体、これにシールを貼って完成させるわけなんですけども、こちらのパーツ、発射パーツ、変形させた後ろですね、足の裏にスプリングがちょっと見えますけど、ここに差し込んで両端からつまむと一気に発射するパターンです。おお、結構勢いよくいきますね。こちらが緑カプセル、こちらのシールは別で入ってます。あれ、なんかこういう初めてだ、あるんですね、ガストのおまけコイン、これがね、中に封入されてます。もう一個おまけみたいな、そんな感じなんですかね。ちょっとまたね、次の機体回してみたいと思います。他のは入ってないな、緑だけ。たまにランダムに入ってるんですかね。まあ、そう言われてみれば、なんかテープが二重張りしてたような、そんな気がします。キッズメに頼むともらえるコイン、もしくは100円玉で回す、そんなガチャです。てなわけでね、全部開けていきます。はい、ちなみにね、ロボシール貼る前の状態がこちらです。個人的には頭部が緑で、胸元のパーツが青がいいかな、そんな感じです。あ、腕は赤かな。そしてロボに貼るシールとは別にカプセル用のシール、こちらですね、目と牙のシールがあります。宇宙怪人ガブリエル、ちょっとつり目気味にね貼って怖さをアップさせるのもいいけど、こういう困り顔も貼れます。あんまりべったり貼らなければね、貼って剥がせるっていうのはね、できるんで、好きな表情ができます。で、こちらはね、口を上下逆にしたちょっとへの字口の怖い顔の人、あとはね、カプセル自体すごくね、薄い簡素なものなので、他のメーカーのこういうしっかりしたカプセルに貼ってみるのも OK です。下の牙を貼らずにちょっと出っ歯みたいな、そんな感じですかね。はい、シールを貼ってみたのがこちらですね、ブレイブサンシャイン、太陽の力宿りし宇宙勇者、ミニックにはそう書いてます。で、頭部を90度曲げて腕をそのまま上に向けると出動モード、かなり昔にあったね、プラモデルのオモロイドみたいな、そんな変形ですね。はい、そして続いてが青、ブレイブアース、共通の設定は宇宙勇者なんですよね。このブルーは地球、変形も同じように首を90度で腕を真上に、これで出動モード。はい、続いて赤がブレイブマーズ、こちらは火星の力ですね。先ほども言ったんですけどもね、形が4種類全て違うっていうのがね、すごいなっていうのは感じます。で、出動モード、はい、そして最後は緑、ブレイブメテオ、これ特定の星じゃないんですね、流星の力で、これが出動モード。この緑でこの顔はね、シューティングスーパースターソルジャーのジャンボマシンダーっていうロボットがいるんですけど、それにね、すごく似てて好きなんですよね。で、発射パーツを取り付けて発射です。この発射パーツも何気なくね、ロケットブースターみたいな形状してるんですよね。で、全て刺してみましょうか。こちらがブルーのアース、そしてマーズにもセット、そしてサンシャインにもセット。宇宙怪人ガブリエル、覚悟しろ。これで発射してね、ちょうど命中させて遊ぶ。ヒット、そしてこちらもヒット。
うどねこれ買った時にそばのテーブルの家族連れ、まあ、ちっちゃい男の子がこれ遊んでたんですけど、もうボン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 飛ばしてね親御さん困ってましたね。確かにあのテーブルで遊ぶのはすごく面白そうで、ちなみにこのロボの形状でも飛びます。空カプセルにシール貼ってそれを的にするっていうアイデアは、ね、すごくいいですね。捨てるだけじゃなくて楽しめます。たまにねガスト系列はこういう憎いの出してくれるからね、本当にね侮れないです。しかもね早く行かないと季節物なので、気づいた時には手遅れっていうのはね結構あります。でこの前のレストランダムもそうなんですけど、まあ、その前にあったこのメガライナー、これもねフルコンプはねすごく苦労しました。これもまたね近日ちょっとやりたいなとは思います。お子様のねキッズメニュー食べなくても100円玉2枚あれば回せますので、こういう緩い感じのねチープトイが好きな方はねぜひ見つけたら回してみてはどうでしょうか。まあ、そんなわけで以上、タイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。